お客さんとの間にこう段差がない場所は初めてかな、初めてですね、こんなお客さんの熱気を間近に感じれて本当にちょっと汗をかきそうになってます皆さん前によく来て僕見てください、汗をかきそうになってますまだ書いてないですなんかね今日はね高校生とかそれ結構思春期の若い男女が多くいると思ってやってきましたまあねみんな思春期悩むと思う、だってみんなもう揃いも揃っとるもん、かわいそう、むっちゃみんな不細工や悩んどるやろ、わかる、奥に寄ってもわかるよ悩んどるのは。でもねその中でモテようと思う人、これほとんどの人がモテようと思ってると思います。でもねそのために何をしてます、自分を磨いてます、そんなんじゃダメですナンセンスです僕みたいにね、どうやったらモテる男になるかわかります、もう何回か僕たちのライブを見た人は知ってると思いますけど、自分よりかっこいいやつ、かわいいやつを全部ぶっ倒していくんですわかるか、そしたら自分しかいないでしょね、例えば僕この子に告白します、僕よりかっこいいやつが10人います、全部倒します、僕選ぶしかないでしょう残念、そんなでのし上がってきました、わかるでしょこの体型、この我慢を知らないこの体型このね、じゃあどうやってかっこいいやつ倒すかと、お前らその非力な腕じゃ倒せないやろと、今日はね、ここでね、俺がね、そのかっこいいやつらを倒す拳法を教えてやる。俺は今からやる次の曲、そのハンサムたちをぶっ倒していくときは、ハンサムレクイムって曲やりますけど、そのイントロと最後の方に、僕がちゃんとその拳法を取り入れてますんで、皆さん帰って真似してください。で、今ね、それをやるためにはね、ちょっと条件がある。負のオーラが必要です。ハンサムを憎む気持ちがないとその憲法はできません。もう僕憎んでないですからハンサムたちを。でも君たち憎んでるでしょう。このハンサム代表のこの僕に、この僕に向かってブサイクと叫んでください。その力がたまれば憲法発揮できます。いきますよ、いいですか皆さん。僕に向かってブサイクと言ってください。僕はもう慣れてますから怒ったり泣いたりしないので、みんなちゃんと言うように。いきますよ、せーの。自分のことブサイクじゃないと思ってるの、ちゃんとやらないとダメだよ、調子に乗ったらダメだよ、いきますよ、ブサイ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 、今日は素直なブサイクが多い、もうちょっとブサイ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 、
イエーイ、パンツイッチが何言うか、待ったよタイム。ね、今日すごい長時間のイベントで、お客さん、スタッフ、皆さん、対応させていただいたお客さん、皆さん、お客様、本当に光栄でございます。ありがとうございます。小池さんぐらいしかできないですよ。ありがとうございます。皆さんどうですか。天気高いですね。ライブ告知します。はい、当たり前のことしてすみません。明日です。